はい、ユッキーです。今日、また、スティックタバコは、トレジャラの、ラグジュアリーメンソール。こちら、2015年12月で廃盤になっているらしく、在庫限りとなっているらしいので、吸いたい方は、早めに買った方がいいです。こちら値段が1000円。で、タールが6ミリ、ニコチンが 0.6 ミリとなっております。多分、丸ごろのメンソールの味がするんじゃないかなと思うんですけど、どんなもんでしょうか。パカ。おぉ。こんな感じ。こんな感じ。銀色。こんな感じ。こんな感じ。では、吸っていきまーす。おほほ。丸めやん。ただ、丸めよくはるかにメンソール感が弱い。まあ、タール値自体す、低いから、それで、あれなんかもしれんけど。ほとんど感じないね、これ。すごいね。メンソール感ほとんどないよ、これ。すげえ。このメンソール感いいわ。ああ、このさ、超微量なこのメンソール感。俺大好き。これ多分、今まで俺吸ってきた中で、メンソール多分一番低いわ。超微量な。ああ、このほのかな。ほのかに、こう、なんか、ちょびっとスッとするタイプ。これすごいね。こりゃすごい。あー、これいいわ。この超美容感のこのメンソールが、このなんかこの、あ、なんていうのかな。すげえいいな、これ。いいぞ、これ。ああ、この超微量感いいね。これすごい。ただね、マルボロにはですね、メンソールだと、6ミリのやつがないみたいなんで、ギリギリ4ミリと8ミリ、4ミリ、8ミリ、12ミリはあるんやけどね、丸ボロメンソールはね。ちょうどいいところに6ミリがないっていう。なんでこれ買うとしたら、これと似たようなもんっていうと多分、丸ボロのウルトラライトメンソールボックスってやる4ミリのやつ。になるんではないかなと思います。メンソール感がどれぐらいなのか、俺は丸ボロウルトラメンソールライトは吸ったことないんで、わかんねえけど、まあ、どうなんですかね。多分これはすっごいメンソール少ないですね。それがすごいと思う、逆に。この程よさよ、これ。すごいな。
このメンソール感のなさが俺好きですね。めちゃくちゃ好き。程よいメンソール感があって、タバコの味が全然死なない。死ななくてすごい。俺はこれは好きですね。ただ1000円出すかって言うと多分出さないけど、いや、これはこれでこれ評価したいですね。これはうまいな。これうまいな。この微妙感。微妙感いいね。これは美味しい。これは美味しいっすな。世界各地からフルキュアドバージニア派を集めて作られた、バージニアブレンドのタバコです。ナチュラルメンソールは強すぎず、タバコ感を損なうことなく、程よく調和しています。本当に程よいっていうか、程よさいいなぁ、これ。丸麺よか好きやわ。丸ボールライト麺ソールだっけ？丸メラだっけ？丸メラ、いわゆる丸メラってやつ。丸ボロ麺ソールライト。よりもこのメンソール感がないパティーンのやつ。おお、これはうまい。うまい、吸いやすい。吸いやすくうまく、メンソール感もちょっとだけある。これ四つ星。ご視聴ありがとうございました。